IEA 国際エネルギー機関は13日、9月の月報で年内は原油の大幅な供給不足が続くとの見通しを明らかにしました。サウジアラビアとロシアが5日原油の自主減産を年末まで延長したことを受けたものです。また来年初めに減産がなければ原油は供給過剰に転じ急激な価格変動のリスクが高まるとしています。